か盤面ガチガチ詰まっていくし、きつくね。ねえ、きついよね。なんで最後に引くんだよ。んで、どうします、源さん。よし、いい、はい、はい、あの僕シェリフなんですけど、うん、アドミン前でキルボタン連打しとくんで。あ、いいですね。だから皆さんが見に来たら僕は命が端く飛ぶんで。OK です。いや、クルーやったら慎太郎くんが飛ぶやん。アドミン見る場合は僕の命が犠牲になるってことを理解しといてもらって。はい、わかりました。はい、絶対見ます。慎太郎の命に引き換えてもアドミンは強えんだ。よいしょ。アドミンでいっか。いい。ちょっと意図がよくわかんないけど、スナパイさん、ごめんなさい。あの、僕シェリフなんですけど、スナパイさんがアドミンを見てたんで切りました。え？近くに高田さんいたんで見てくれてると思う。え？見たけど。え、どういうことこれ。シェリフでもいないんだったら、あ、まあまあいいんじゃない。僕のシェリフチーム嘘なんで、合ってます。え、シータの嘘？あ、僕クルーメイトなんで、合ってます。マジでやばー。竹雄が切ったの見た俺。え、意味が分かんない、何してんのこの人と思って。え、ま、一応まあ終わんでいくか、竹雄さんの乗っ取りは。こんなん、え、まあ、うん、藤見役の話してもらって、僕の処遇は、うん、いかようにしてください。本当に終わったんじゃないかこれ。あれ、ちなみになんですけど、はい、ハタサコメイヤ、ゲン、チェロスケも難しそうじゃない。ヒコキッチンで割っちゃってました、ずっと。クソゲン。なんかドラクエよね。え、あ、一応俺視認情報あるから、そう喋りたかって、藤宮君とシャワーで、アーカイブ脇でシャワーですれ違ってて、でその後アーカイブ抜けてる。あ、じゃあ慎太郎無理、高田さん無理、ハタサコゲン、メイヤ、チェロスケ無理だから、サントさんかハイブリさんどっちかしかない。私貨物にいます。お疲れい。あれ、メイヤさんってさ、赤い、はい、あれなんか矢がついてる人が赤い部に来た気がするんだけど、メイヤさんじゃないのか、誰だ。多分藤宮さんじゃないですか。あ、藤宮さんか。開幕アーカイブ脇で、開幕シャワーあたり藤宮さんお見かけしたんで。あ、オッケーオッケー。俺見てるから、俺タオルタスクのところですれ違ってるから、多分サントスさんだと思うよ。じゃあ藤宮さんか、ごめんなさい、アーカイブに途中で矢だけ見えて、メイヤさんか、俺藤宮さんか。うん、もう一戦やりましょうよ。終われ、サントス終われ。もう一戦やりましょうよ、これは。終われ入れてもいいですけど、入れてもいいですけど、終わんないですよ。でスナパイさんがまとめたらったらまだ続くんじゃない。いやいや、あ、それもある。あ、スナパイさん待ってる可能性あるね。あるある。あ、ごめんなさい、結局ホカシンからハイブリサントスで連れるって話だったんでしたっけ、今。まあ、はい、アーカイブとかで死人があるんだったら、もう絶対そこ2人、うん、あ、じゃあ、あ、OK で、あ、じゃあ OK です。あ、一応他の死人情報も確認しといた方がいいくない。俺も死人情報、他も全部確認されてる。あ、もう全部大丈夫。 OK、 はい、いいよ。全員ブッコキッチンコックピットに全員いますね。サントさんも入る。俺インポスターでやったら本当天才だよ。負けてもいいわ、もう。インポスターですごいよこれ。あ、自投票しました。はい、大丈夫です。終わり？終わるやん。あ、じゃあクルーで、クルーで普通に。あ、なんだ。進めてほしいから、はい。はい、釣り来てください。お願いします。はい。え、宿舎前でしょこれ。あ、アイブリ様がやってました。アイブリ様がやってました。さよならみんなお元気で。さよなら。終わりか。最後に女の子食ったんですね。スナパイさん。
スナパイさん、いいゲームですね、これ面白いこのゲーム。スナパイさん、いいわ、おもろいゲームやな。やアドミンもおもろいけど、あの武器庫でわけわかんねえ集団できたのも相当意味わかんないです。え、おわん。まあ6人一郎だから、まあそこまでクソ悪いっていう状況ではない。すごい騙されてる。武雄さんちっちゃい、武雄さんを武雄さんすれ、武雄さんすれ。無理だよ。いや、いけるんじゃないか、意外とタスクラッチはほぼ無理だから。終わんなかった時のみんなの反応めっちゃおもろいな。めっちゃ面白かったねえ。なすいません、切られてしまいました。いや、これはしょうがない。これはしょうがない。でも鬼気取れだからな。あ、でもシリフの弾使わせたと思えば、うん、まあ、そうそうですね、うんうん、もう安心して。しかも竹雄さんが釣られてくれればもっと面白いけど。竹雄さんさすがにどうだろうな。1キルして、1キル今終わった。さあ、こっから2キルすると隠しろが来ちゃうから、できたらもう竹雄さんなら殺されてもいいって言って一緒に行動して。そう、違うのかな。キスかセルフか、うん、頑張れゲンさん。うん、どこだろう、どこだろう。見てないですね。結構最初らへんにエレキって左側に行くのを見たかもしれない。メインか石油に行ってると思うけど、だとしたらメインじゃないですかね。私と畑底さんが最初キッチンにいて、停電終わるぐらいまではキッチンで行くし、その後私セキュリティで一人でダスクしてました。原旗神で白取れる人っていないの？無理っすね。一応最後新旗でミーティング2人でいるんですけど、それまでの時間が長すぎて。結構時間同じ理由で無理ですね。シナ1分半もあればタスク終わりますね。僕もまあ1分半あれば。僕は多分無理ですね、1分半で。まあ。でもこれ多分厳しそうだ。多分全員プレイだから。え、竹雄から俺の白って出る？出るよね。だから俺は白で置いてください。あのシェリフの竹雄から俺に白出しがおそらく出るはずなんで。はい。じゃあ、それ言えます。いや、まあ、原旗神が分かんないから。うん、でも、タスク終わんないんだったら、多分期待値的には熱りした方がいいと思いますよ。あ、今？はい。だって、そのタスクがちないんだったら、次1キロ入った場合、あー、手がボタンを押していった方が、打ちやすいと思う。微妙。今、竹尾さんがどう考えるかなんですけど。あ、俺スキップでちょっと。初手押してるから。容疑者3枚で、タスク勝利無理なんだったら、こっから熱り入れるのが一番効率がいいと思っちゃったけど。もう1キロ入って原発そこ慎太郎が全員容疑者だったらほぼ勝ちないと思うんで。確かにね。まあただ、ああ多分大差ないと思うんで、僕畑そこさん原さんで大差がないから。うん、僕はスナパイさんがマットだった場合まだ続く懸念を持っていたっていうのと、まあこのボタンは1キロ入ってかもしれないけど2キロを防ぐボタンですね、一応僕のショルアピとしては。それで押してます、ちょうどいい頃合いで。今選ぶんだったら減災になっちゃうけど、まあ近いってことですよね、竹雄さんの信任で。ただまあメインの方に行ってた場合はあんま関係ないけど、実際私見てない。投票合わせます。タスク勝ちするかするかで。タスク進行するなら頑張ります。で、まあ、次で終わります。ただ僕は減災投票しますね。あと8個ありそうで、僕7個あるんで。おお、終わりでしょ。終わってほしい。終わんないっす、ごめんなさい。うぃーくそげーすぎる。ナイスちょっとちょっとナイスシェリフちょっとスナパイさんごめんなさい、ほんと。いやいや、全然全然。面白すぎる。びっくりした、マジで。意味わかんない、俺の視点。インポスターかなーって思ってましたけど、議論入った瞬間にシェリフじゃん。